道路愛称を示した標識宇都宮市内の通りでは、宇都宮市の道路愛称事業により、愛称が付けられている区間について説明する。これらは、1980年3月、道路に愛称をとの議員提案をもとに、1986年の宇都宮市市政90周年記念事業の一環として実施が決まり、1989年3月までに、 宇都宮市内125の道路と6つの坂に愛称名が付けられた。道路愛称事業の目的として、郷土愛と地域の連帯感を育てるとともに、道路表示を明確にすることで、利便性の向上を図る側面もある。2018年8月現在、宇都宮市内の173の道路と6つの坂に愛称がある。愛称は、 道路の路線区間とは一致していない場合もあり、栃木県道63号、藤原宇都宮線を例にすると、県道指定は、宇都宮市大通り1丁目交差点から、塩谷町を経て、日光市に至る路線であるが、道路相性では、大通り1丁目交差点から、花和電4丁目交差点までを、東通り、花和電4丁目交差点から大蘇2丁目交差点までを、武将通り、 大曽二丁目交差点からカナダ町交差点までを、田原街道、カナダ町交差点から、塩屋町境までが、ボンテンズ街道とそれぞれ区分されている。古く失われた由緒ある地名の復活及び、言い継がれた名称。時代と人の生活活動にマッチする名称。道路の位置の番号は、出典にも記載されているものである。愛称のもととなる、学校名変更により解消や、 地域の要望によって解消されることもある。河内町及び上河内町との合併による区間の延伸や道路整備工事により、区間の延伸、新たな相性設定で、区間短縮もある。道路番号の決定通りな、一覧宇都宮市の道路相性事業外だが、名称がついているものもある。AF とも、市政90周年の相性事業により決定。ありがとうございます。